ジェイソン加藤ケリアは、オーストラリアキャンベラ出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。元オーストラリア代表。オーストラリアの首都キャンベラ出身のウガンダ系、オーストラリア人であり、両親は名門、オーストラリア国立大学在学中に出会った。多くの同国代表選手を輩出している、オーストラリア国立スポーツ研究所を卒業後、 ブリスベンロアーの U-21 チームでプレーした、後アンジェポステコグル監督に伴う形で、メルボルンビクトリーへ移った。世代別代表にも多数選出され、U-20 及び U-23 オーストラリア代表で活躍した。メルボルンビクトリーでは若くして、主力としてトップチームに定着し、右サイドバックを本職としながら、左や、 センターバックでもプレー。2015年にはチームの A リーグ優勝や FFA カップ制覇に貢献した。2016年にはポステコグルーが監督となったオーストラリア代表に初選出され A 代表デビューを果たした。2018年3月2日、J リーグジェフユナイテッド市原千葉に完全遺跡で加入することが発表された。2021年3月、 シーズン終了までの契約でパースグローリー FC に移籍した。ありがとうございます。